ロシアのモスクワを訪問している中国の習近平国家主席は20日、プーチン大統領と初日の会談を行い、ロシアによるウクライナ侵攻をめぐり協議しました。習主席のロシア訪問は、去年2月のウクライナ侵攻後初めてです。初日の会談はおよそ4時間半にわたり行われ、習主席は中国とロシアの関係強化に意欲を表明しました。 またウクライナ侵攻についても協議し中国の外務省によりますと習主席は衝突は最終的に対話と交渉によって解決しなければならないと強調したということです。中国は先月、ウクライナ問題の解決に関する提案を発表していてプーチン大統領は会談で中国の提案を注意深く検討したと述べ仲介に向けた習主席の意欲を評価しました。